日は土曜日なので相場はお休みです。最近は気温も暖かくなってきました。もうすぐ春ですね。私はもうすぐ無職です。笑い。そのうちこの世には来て気がついたら死んでるのかもしれませんね。しかし投資は楽しいので投資が飽きるまでは頑張って生き続けますよ。てんてけてん。皆さん今日も生きててくれてありがとうございます。投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になるニュースを紹介します。てんてけてん。これからは一株から投資株見に単元未満株取引を開始します。2023年春ということで、ついに楽天証券も単元未満株の取引を開始するようです。古参の投資家からすると単元投資株といえばミニ株みたいな名称で、20年くらい前から存在していたことはご存知だと思います。もしかしたら20年以上前からあったかもしれませんが、ネット証券により一般的に普及したので世間の人に認知されたのはそのくらいからだと思います。で、昔の単元未満での売買では手数料負けして儲からないという共通認識があったわけです。単元未満だと数百円で株をトレードできるんですが、手数料が片道50円以上かかったりしていて、売買するたびに損をするシステムとなっておりました。しかし昨今の単元未満の売買はどんどん手数料が安くなってきており、今回の楽天証券が提供する株ミニは買い付け手数料が0円、売却手数料が11円となっております。米印スプレッドで 0.22% 加減算されるので、実際はもう少し負担金が増えます。楽天はブラフとか都合よく改変するのが得意なんですよね。まあインデックス投資が大好きな私にしてみたら、単元未満株での取引が盛んになってますます手数料が安くなっていくことがあるのなら歓迎するわけです。今回の楽天証券の株ミニの特筆するべき点は、単元未満でリアルタイムトレードができるということです。私はマネックス証券のワン株を利用していますが、基本的に単元未満株の売買は5場の寄り付きになるわけです。だから前日に好材料が出たとしても朝一では買えないのです。それだけでも楽天証券を選ぶ理由になり得る素晴らしいシステムです。今後指し値や略指し値などもできるようになると、単元株よりもミニ株で投資する層が増えていくのかもしれませんね。ちなみに単元未満の株でも配当金はもらえます。しかし株主優待はもらえません。優待なんかはいらないと思うのなら、単元未満でのトレードも活用してみてはいかがでしょうか。てんてけてん。続きまして本日の気になる3銘柄を紹介します。てんてけてん。7011三菱重工業宇宙航空研究開発機構 JAXA か三菱重工業と共同開発しとる新型主力ロケット H3 初号機の打ち上げを6日に再設定する方向で検討していることが明らかになったということで、月曜日にロケットの打ち上げが再チャレンジされるそうです。前回のは失敗だったとか、想定内だから失敗ではないだとか、不足だらんことで話題になっておりましたが、次回は満場一致で成功するといいですね。ここは戦争銘柄でもあり、このご時世にホールドがマストな銘柄でもあるわけです。私も当然仕込み済みでございます。海水焦度は 60% です。4578大塚ホールディングス、先日マイナス 4.25% と謎の急落をしておりましたが、どうやら創業者がブロックトレードで約521億円を売却したようです。米印ブロックトレードとは証券会社を介した私的な取引のことです。ことの真意は分かりませんが、何かしらの資金調達が目的で、調達した資金で会社にテコ入れをするのであれば、今回の急落は買い支えでいいわけです。私は昨日も言いましたが、こういうボックス相場が大好きで、まさに買い一択な局面でもあるわけです。様々な思惑をはらんで株価は動いていくわけです。楽しいですね。海水焦度は 60% です。2229カルビー。私は逆張り難品投資家であり、このようなチャートの銘柄は買わずにはいられないわけです。カルビーといえばポテトチップスでしょうか。誰もが知る会社が8年間も株価を落とし続けております。話変わりまして、最近コオロギ食が募集地の通り世間を賑わせております。
コンビニ大手ファミマもコオロギのお菓子を販売するなど、ただならぬ勢力ステルスコオロギが暗躍しとるわけです。カルビーにも苦情のような問い合わせが増えているらしく、コオロギお菓子は開発中だけど販売はしてないから安心してねと申し上げとるわけです。つまりそのうちコオロギ食わせたるからなと、そういうことです。そうなんでしょうか。私は蜂の幼虫やアリンコやバッタなどを食べた記憶があります。まあ下手者ですよね。試食にはしたくないものです。なんだかんだでカルビーの株価はそのうち上がると思いますよ。海水焦度は 50% です。てんてけてん、休日もご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。